えー、はいい笹原でございますさっきあのイングウェイ双方何とか分かったかもなんて言って動画あげたんですけどもその時ちょっとしゃべり損ねたことがあって一つ、えー、追加でございますあの、えー、いわゆるイングウが創始者なんですかねネオクラシカルという分野なんですけどもねそんなにクラシカルじゃないんだよねっていう感じでどっちかとジャンゴ・ラインハルト 現代風にエレキを使ってギンギンやると今でいうネオクラシックなのかなみたいな気がしててでクラシックっていうのは私の中でジェイス・バッハなんですよ圧倒的にでジェイス・バッハってねあの小作品集である「あ二世のインベンション」だとかあれはそのバッハがね自分の息子にその音楽ピアノを手ほどきするのにえー、っと 作った小曲集なんですけれども、これが非常に精密によくできていてほんのわずか数分の曲なんですけれども、えー、そこにですねその音楽の手法を代表的な手法を目いっぱい盛り込んでるんですよ。えー、っと,っと例えば偽のインベンションの、ね、d マイーで始まるやつ、ね、あれなんですけれども、えー、っとこれがね最初は m で始まるんですけれども途中で転調していて えと蝶々になってみたりあの、えー、するんですよね。えー、でそ,そういうのはまあ、あ当たり前の手法クラシックの世界で当たり前手法だと思うんですよ。えっ、ー、とその胃腸をさせる転調させる、えー、大滝マジックみたいな感じか大瀧栄一さんのね。えっ、ー、と でところですい、まあ、そういうとなんかリステンみたいに聞こえたらごめんなさいなんですけれどもイングベのやってる音楽ってあんまりそういう点ではクラシックっぽくないんですね。<laughs> どっちかっていんですよ。どうしようかっていうとあのリッチの音楽っていうのは蝶々でもないし短調でもないし不思議な感じなんですよ。えっと意図してやっ ってるんだと思うんだけれどもあのー、で転調しょっちゅう転調してますよんあの人のね曲ってね多分色々飽き出さないためになんであの人ね若い頃あのディープアップルとかやってた子にもねあのー、クラシしく聴いてんですよねバッハだとか、えー モーツァルトだとかで実はあの曲のあれはモーツァルトからパクったとかねあのダイ・スタンナあのソロの部分は実はなんとかのクラシックのあそこからパクったとかって確か聞いたことあるで聞いてるんですよ。であのクラシック音楽まあそんなの私も詳しいわけじゃないんだけどクラシックっていうのはあのえっと非常に面白い手法がこうあってその音楽の構成とかねあの 飽きさせないんですよねこう、うん、単調もろ単調じゃないしもろ長々じゃなくていろいろ混ぜ小ぜになってちょうど人間の人生の引きこもごもを表すみたい悲しいこともあれば嬉しいこともあってみたいなそういうのをこう表現してんだと思うんですけどもねリッチーの音楽っていうのもあの意識してかどうなのかなその単調でもないよね長々でもないみたいな。 であの悲しい曲なのかと思ったら最後メジャーで終わらせてみたりだとか、えー、と調整を分からなくしてみたりだとか面白いなと思うんですそこはまあ,あの方の魅力だと思うんですけどもインいインドファンの人は大変ごめんなさいすさまじい超絶技巧だと思うんですけど音楽的にちょっと物足りないのは、えー、とそういったそのリチみたいな何て言うんですかね 町長調でもないみたいな、町長調でも単調でもなくて、どう転化するかわかんないみたいなところっていうのが、いやいや、あの、もったいないですね、ディミニッシュみたいなとか、えー、を織り込んでいくのが特徴的かなと思うんですけども、あとハーモニックマイナーが多いのかな、で基本的にマイナーなんですよ、ずっと最初のから最後まで。 あれあのそうじゃないんだったらそうじゃないって最後までずっと言っちゃってでそのえっ、ー、とあとパターン見えちゃうんですよねご,ごめんなさいごめんなさいおさい持ってきますイングウェイファンの人ただあのえっ、ー、とあのギ,ク、えー、ギターテクニックはすさまじいと思いますとってもとっても今とこまで満席ないのだけど音楽的には もうちょっと工夫の余地があってもいいんではないのかなと私は思います <laughs>。なんか暮れ向きそうだな <laughs>。ごめんなさい。それじゃ。